はい、皆さんこんにちは、カイカイです。つい先日、うちの動画にこのようなコメントがつきました。トータルの性能はどっちが上かわかりませんが、Xbox の GPU が真の RDNA2 だということが先日わかりました。Xbox の GPU と PS5 の GPU は大違いです。まあ、Xbox と PS5 の GPU が大違いだというのには賛成するとして、前半の発言、Xbox の GPU が真の RDNA2 であるという発言、これの正確性を吟味していくには、この情報がどこから来たのか、そして RDNA2 というものをどう定義するのか、こういうことについて話していかなくてはなりません。それを頭に入れた上で、もう一つコメントを紹介しますが、RDNA2 の機能を完全に使えるのは Xbox ってだけ。RDNA2 の機能を完全には使えないのが PS5 でしょ。RDNA2 をベースにして機能を落としたのが PS5、 それが真実でしょというものです。この発言については一つ前のものの派生形のような感じで、この発言を見ていくにあたって確認したいのは、完全に使える、完全に使えないとは何なのかということです。まあ、この動画の中では総合的に PlayStation 5と Xbox どちらが優れているのかとかね、そういう話にはなるべく入っていかないようにしようと思っております。というか、まあ好きな方がある人はもうその好きな方を買えばいい、それだけの話なので、逆にこの動画で特に話していきたいのは、こういう発言がどこから出てきているのか、それの正確性はどうなのか、客観的な視点から見て GPU スペックであるとか、GPU の機能の違いであるとか、そういうものはどこに存在するのかっていうのを考えていきたいんですけども、この動画ではこれらの疑問に答えていくとともに、逆に PlayStation 5はどうなのか、 Xbox シリーズ X と PlayStation 5を比較した時にテラフロップス以外の部分でハードウェア機能がどう違うのか、そういう部分を見ていこうと思います。入っていく前にチャンネル登録、高評価の方をしていただけると非常にチャンネルの助け、私のモチベーションのためにもなります。どうぞよろしくお願いします。あと、なんかチャンネル登録の隣、鐘あれがありますけども、あれを押していただけるとそちらもね非常に助けになります。では、まず Xbox こそが真の RDNA2 であるという情報がどこから来たのか、コメント自体にはソースはなかったので予測するしかないんですけども、ほぼ間違いなく最近なされた、フィル・スペンサーさんの発言によるものです。その発言を引用しましょう。こんな感じの発言となっております。この発言は AMD の RX6000 シリーズ公開イベント直後になされたもので、それを踏まえて翻訳してやると、 Xbox シリーズ X とシリーズ S は今日 AMD によって公開された最新の RDNA2 機能に対して完全なハードウェアサポートを実現できる唯一の次世代コンソールであるというふうな発言に翻訳できます。実際に次世代コンソールが RDNA2 と定義されるものなのかという議論は、何を RDNA2 の基準にするかによって結論が変わってきてしまいますが、フィルさんによるこの発言はそういう部分を踏まえたとしても根本的に間違っています。 Xbox シリーズ X にインフィニティキャッシュは搭載されておりません。現時点で把握できる限りでは。この時点で Xbox シリーズ X はどうあがいても RDNA2 のハードウェアスペック全ては搭載していないんですよ。一つ欠落があるわけですから、最低でも。フィル・スペンサーさんの発言は間違っていたというわけです。これを間違いと捉えるか、嘘と捉えるか、それともミスリードと捉えるかは、おのおのにお任せします。ここから少し別の話として、様々な場所でされている次世代機がそれぞれ RDNA2 なのかという議論について話していきましょう。こういう議論は RDNA2 をどう定義するのかを全く話さずに出てきますが、そういう部分が混乱の原因になっているんじゃないかと思います。例えば RDNA2 のハードウェア機能全てに対応していなくては RDNA2 と呼べないとするならば、どちらのコンソールも RDNA2 ではないという結論になってしまいます。でも、どちらも RDNA2 ではないと思う人はほとんどいないんじゃないかと思います。これらのコンソールが両方カスタムデザインを利用している以上、完全な対応っていうのは不可能です。では、RDNA2 を何とするか。私個人としては RDNA2 の機能に基づいた機能をデスクトップベース RDNA2 のまあ半分程度でもね、搭載していれば十分だと思います。この半分という数字は本当に適当に出した漠然とした数字なんですが、まあ言いたいことは分かっていただけるかと思います。とにかくある程度デスクトップ版の機能を搭載していれば、それは最低限 RDNA ベース、RDNA2 ベースであると呼べるという話です。実際にゲーミングに必要な RDNA2 の機能っていうのは RDNA2 の数ある新機能のうちのほんの一部でしかありません。RDNA2 というデスクトップアーキテクチャっていうのは、ゲーミングだけでなく日常的な仕様、ワークステーション向け等のための、機能も搭載しております。
それらの機能も搭載していなければ RDNA2 と呼べないと思うのはナンセンスです。翻って今度はここで私自身が提示した RDNA2 の定義を利用するならば、次世代機は両方とも RDNA2 と呼べることになります。 RDNA2 であるかどうかをどう定義するのかによって次世代機の RDNA2 具合っていうのは変わってきます。でも間違いなくこれらを判断していくにあたって重要なのは、ゲーミングに重要な新機能にそれぞれのコンソールがどれだけ対応しているのかという話です。それら機能本当に様々ありますが、ここでは、そのゲーミングに重要な機能っていうものをかなり話題を呼んでいると言えるかな、VRS、メッシュシェーダー、インフィニティキャッシュの3つに絞って話していきましょう。マイクロソフトはこれらの機能のうち2つは大々的にアピールしてきておりますが、ソニー側を見てやるとほとんどアピールしてないんですよ。まず話したいのはその理由についてです。プレイステーション5にはゲームがあります。ハードウェアスペックなんかアピールしなくてもゲームを見せればそれだけで十分だという自負がソニーにはあります。うちのチャンネルでもまあハード好き同士が集まって GPU スペックの話とかをしておりますが、結局のところゲームを遊んでいる時に、あ、これが RDNA2 10テラフロップスかとか、あ、これが RDNA1.5 の 9.2 テラフロップスかとかね、誰も思いません。そんな人は一人もいないと思います。一番重要なのは最終的に画面に表示されるものが何なのかです。噛んだな今、なぜわざわざこんなことを説明しているのかというと、ソニーに関してほとんど RDNA2 の新機能についての公式情報がないんですよ。まあさっくりと見てみるとほとんどないっていう話です。上で話した通り、ソニー自身ハードウェアスペックのようなものはゲーミングの体験において重要ではないと思ってるから、そんな情報は出してないんですよね。ですがパッと見情報がないとしても、ロードトゥ PS5 のイベントや徐々に出てきている特許なんかからこれらの機能が搭載されているのかっていうのは十分に理解できます。ハードウェアスペックに関するヒントはすべてロードトゥ PS5 のイベント、そして先ほど言った様々な特許の中に隠されています。直接的なアピールではないにしても、そこにつながるものはすべて、そこにあります。それを踏まえた上でまず VRS について、Xbox シリーズ X がこれに対応しているのはすでに分かっているのでスルーしましょう。PlayStation 5に搭載されているかについての話です。以前の動画では開発者の意見などを見て、 PlayStation 5のジオメトリーエンジン、この機能を実現するためには VRS がデフォルトで必要になるっていう話をしました。まあ、つまりジオメトリーエンジンの機能が存在する以上 VRS には対応していなくてはならないっていう話でした。ここではそれに加えて新情報として最近登場したマーク・サーニー氏によって申請された特許について話していきます。サーニー氏によって今年の6月に出された特許になるんですけども、その中に翻訳してあると、ラスタライゼーションパラメータの変更によるスクリーン領域ごとの実質解像度の変更、そういうふうな感じの名前の特許が存在します。かなり難しい内容なので、技術的側面については詳しくは解説していきませんが、特許の名前からも分かる通り、これは PS5 版の VRS に関する特許です。これが RDNA2 の機能に直接含まれていないのはカスタム部分が多くて、 AMD が設定する RDNA2 の VRS 機能の規格に準拠していないからだと言われております。ですが RDNA2 の VRS 技術に基づくものっていうのは間違いありません。言うなればバリアブルレートシェーディング、まあ、つまり VRS ですね、バリアブルレートシェーディングは搭載されていないんだけども、バリアブルなレートでシェーディングする技術は搭載しているっていう感じです。名前は違うんだけども、その中身っていうのは多少の手法の違いはあれど、同じ機能を達成するためのものであるということです。続いてはメッシュシェーダーですね。こちらもマイクロソフトが搭載しているのは分かりきっているのでスルーしますが、 PlayStation 5については似たような機能が別の名前で搭載されているという感じです。ここでまたロードトゥ PS5 のイベントについて言及していきますが、あのイベントの中で PlayStation 5のジオメトリーエンジンやプリミティブシェーダーについての説明を聞いた上で、メッシュシェーダーの技術的な説明を見てやると、名前は違うなら、違うながら同じような機能を果たしているっていうのはすぐに分かります。これは予想でしかないんですけども、 AMD が RDNA2 で利用しているシェーダーは開発段階では RDNA1 から引き続きプリミティブシェーダーというふうに呼ばれていて、 AMD のプリミティブシェーダーと NVIDIA のメッシュシェーダーが DX12 Ultimate のブランドネームに統合された過程で AMD の方がプリミティブシェーダーからメッシュシェーダーに名前を変更したのではないでしょうか。
プレイステーション5は DX12 アルティメットに対応していない以上、DX12 アルティメットブランドに含まれているメッシュシェーダーという名前は使えません。なので引き続きプリミティブシェーダーという名前を使っているのではないかと、私個人としては予想しております。この動画の内容基本的には、ほぼ確証に基づくものですけども、この部分だけに関しては予想が入ってきております。続いてはインフィニティキャッシュについてです。 RDNA2 の低いメモリ帯域幅に対応するために AMD が実装した技術で、即時的なデータ転送ができないならば GPU のすぐ近くにデータプールを作っておけばいいじゃないかという発想になっております。どこかで聞いた話ですね。ロード 2PS5 においてサーニー氏が話していたことそのままです。 PlayStation 5 の GPU アーキテクチャについて解説していた部分からになるんですけども、この説明がなされた直後に言われていたこと、もし PS5 と同時期に出てくるデスクトップ GPU が同じような機能を搭載していた場合、それは PS5 がデスクトップ GPU の機能を借りたのではなく、ソニーと AMD の共同開発がうまくいったということである、そういうことを言っておりました。これが事実だという確証はサーニー氏の説明だけでなく AMD 側のリークからも出てきております。このチャンネルでも少し前に話したように、デスクトップ RDNA2 はもともと最大で 384bit バスのメモリーインターフェースでサンプルが作られておりました。それなのに発売の 1、2ヶ月前になった途端に 384bit のバスのリークは全部なくなって、より狭いバスを利用した GPU の情報が立て続けに出てきました。それは偶然でしょうか？それと少しこじつけっぽくはなってしまうんですけども、ハイエンド RDNA2 のビデオメモリスペックっていうのは全て 256bit バスの 16GB となっております。ここで PlayStation 5のメモリを見ると同じく 256bit で 16GB となっております。上で話したように Xbox シリーズ X はインフィニティキャッシュに対応しておりませんが、その理由はここにあるんじゃないかと考えております。インフィニティキャッシュが AMD とソニーの共同開発によって制作された技術だとすれば、その技術が最後の最後までマイクロソフトに公開されてなかった理由、マイクロソフトがその技術を利用しなかった理由っていうのは明らかなんじゃないかなと思います。さて、かなり長引いてきたのでこの話はこの辺にしましょう。楽しんでいただけたら、ためになったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。あと先ほども言った通り、鐘を鳴らしていただけるとね、すごい助かります。どうぞよろしくお願いします。他の動画、他のチャンネルなど、動画説明の方にリンクしておりますので、ぜひご確認ください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。